ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。いやー、一度でいいからクラーケンをこの目で見てみたいわよねー。どうした霊夢、やぶから棒に。私軟体生物が結構好きだからさ、クラーケンを見ることができたら、かなり興奮すると思う。ほう、そんなに軟体生物が好きなのか。しかし霊夢よ、クラーケンだけでいいのか。え？どういうこと？だってイカみたいな未確認生物って言ったら、クラーケンくらいしかいないでしょう？何も知らないんだな霊夢は。実はこの世には、クラーケンだけじゃなく、他にも軟体の未確認生物が存在しているんだぜ。他にも軟体生物がいるの、それは知らなかったわ。一体どういう生物なの、ぜひ教えてちょうだいよ。それじゃあ、今回は巨大なタコの未確認生物、ルスカについて解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず、そいつの名前はルスカと言うんだ。ルスカ、やっぱり聞いたことのない名前だわ。あまり有名な未確認生物ではないのかしら。まあ、確かにそこまで知っている人は多くない印象はあるな。ルスカはカリブ海、バハマ諸島近海に生息すると言われている、巨大なタコのような生き物らしいぜ。タコ、イカじゃなくてタコなんだ。それはそれで面白いわね。クラーケンのサイズが、島と見間違えるほど巨大だと言われているのに対して、ルスカのサイズは30メートル程度と、比較的現実味のあるサイズ感をしているようだぜ。30メートル、シロナガスクジラと同じくらいのサイズってことね。確かに、世界最大級のサイズではあるけど、いないことはないかも、とは思えるサイズ感だわ。ルスカの伝説が始まったのはバハマ諸島かららしい。民間の伝承の中にルスカは登場して、そこでは体の半分がタコで、半分がサメ、だと言われているらしいんだ。は、半分はサメ、なんか、B 級映画で見たことありそうな見た目ねー。どっちが上下なのかはよくわかっていないが、タコとサメが合体したような姿なんて、きっとものすごく奇妙な見た目をしているに違いないんだろうな。一部の情報によると、タコの口があるあたり、傘の下の部分から、サメの下半身が生えているような状態になっているのかもしれない。それか、超巨大なルスカがサメをたまたま捕食していてサメと合体しているように見えてしまったとか？ああ、可能性としてはそっちの方が高そうね。だってありえないもの、そんな奇妙な見た目。何にしても、きっと人間が見たことのないような不思議な見た目をしているに違いない。怖いけど、ぜひ一度見てみたいわねー。ちなみに霊夢は、タコ人間という生き物は知っているか？タコ人間、何それ、聞いたことないんだけど。まあ、これもあまり有名な未確認生物ではないからな。タコ人間は、日本において明治時代頃に伝わった、上半身が人間、下半身がタコになっている妖怪だ。関東近海で捕獲されたこともあるらしいんだが、このタコ人間が、ルスカの正体ではないか？という声も一部では上がっているらしいぜ。おお、知らないところで知らない生き物が捕まって、さらに話が勝手に進んじゃってる感覚だわ。とは言っても、ルスカのサイズは30メートルなのに対し、タコ人間は人間とほぼ同等のサイズをしているわけだから、また別の種類ではないか？という意見もあるけどな。真相は一切わかっていないし、この情報に関しては、想像や考察の範疇ではないかと個人的には思っているぜ。なるほどね。でも、タコ人間の方も少し気になるから、また時間がある時に教えてよ。そうだな、今回はルスカの話を続けていくぜ。ルスカの生息地について、もう少し詳しく解説していくぜ。ルスカはカリブ海に点在する、ブルーホールと呼ばれる場所に生息していると言われているみたいだ。ブルーホール？あまり馴染みがない言葉だよな。ブルーホールというのは、洞窟や鍾乳洞など、海底にある巨大な空洞が、何らかの要因で崩壊し、本来浅瀬があるところに、突如深い穴が開いたような形で形成された地形だそうだ。へえ、それじゃあ至るところに穴ぼこができてしまっているってわけね。なんだか怖いわ。言ってしまえば、天然のタコ壺のような地形らしい。ルスカはこの穴の中を自由に移動して、生息していると考えられているみたいだな。バハマではルスカはかなり恐れられている存在で、地元の人たちは、そのブルーホールには近づかないそうだ。あらどうしてよ、せっかく未確認生物がいるかもしれないんだから、探しに行かないと。欧米の方ではな、タコってのは忌み嫌われている存在になっているんだよ。どうして、あんなに美味しいのに。タコはどうしても、奇妙で不気味な見た目をしているからデビルフィッシュと呼ばれているんだ。欧米の方ではあまり食用にされることはないし、そんな化け物の未確認生物となると、みんな近づきたくない、と考えるのが一般的だってことだぜ。なるほどねー。まあ、それなら近づかないのは納得はできるけど、できれば会ってみたいなー。
さて、それじゃあここからはルスカが実在するという情報をいくつか紹介していくことにするぜ。おお、目撃情報ってことね。そういう情報を待っていたのよ。ぜひ教えてちょうだい。まずは1896年、アメリカのフロリダ州セントオーガスチンの海岸に、巨大なタコのようなタイが漂着したという情報だ。ほう、巨大なタコ、それはもうルスカで確定じゃないのかしら。どうなんだろうな、そのタイはどうやら、吸盤こそ見えないものの、のっぺりとした頭に、長く伸びた触手状の肉を持っていて、見た目はまさにタコそのものだった。しかし、その後そのタイをどうしたのかはいまいち明記されていなかった。やっぱりデビルフィッシュだと思い、ろくに近づかずに放置したか。研究しようとしていたが、波にさらわれてしまってそれが叶わなくなってしまったか、どちらかだろうな。なんだ、せっかく漂着したのに研究できなかったの、残念だわ。他にもルスカと見られる謎の生き物のタイの写真が上がっていたが、かなりの大きさのある写真だったと、言われているみたいだぜ。ふむ、いろんなところでルスカの目撃情報があるってことはよくわかったわ。しかしな、このルスカの漂着、タイに関して、最近はちょっと意見が分かれているみたいなんだ。意見が分かれているって、具体的にどういうこと？ルスカの、タイは、状態がうまく把握できないようなドロドロの状態になっていることばかりだったようで。これはつまりどういうことかというと、漂着する謎の肉塊、グロブスター、だったんじゃないかと言われているみたいなんだ。グロブスターって確か、腐敗が進んじゃっていて、何の生き物なのか判断ができなくなってる、タイよね。ルスカの、タイが、そのグロブスターだったっていうの。まあ、あくまでもそうかも、というだけの話だが、その可能性も考えた方がいいかもしれないな。グロブスターは腐敗の状態によっては、ひだやふさ状の肉なんかもできてくる場合がある。それがルスカの触手部分に見えたのかもしれないしな。納得はできないけど、可能性としては十分にあり得るってことなのね。悔しいけど、それも考えておかなきゃいけないわね。また、ルスカの正体はもしかしたら、あのダイオウイカかもしれない、という意見もある。え、ダイオウイカが、イカがタコに見えるわけないでしょうが、何言ってんの？落ち着けよ。ダイオウイカは確かにイカだが、物によっては体が赤みがかっている時がある。その赤色がもしかしたら、タコの体の色のように見えて、そう勘違いする場合があるのかもしれない。そうなのかしら、あんまりそうとは思えないけど。しかし、ダイオウイカは16メートル程度と、クラーケンと呼ぶには小さいサイズだが、ルスカと勘違いする分にはあり得るサイズ感をしているわけだからな。まあ、確かにサイズ感的にはちょうどいいといえばちょうどいいくらいのサイズではあるけど、ルスカの正体がダイオウイカかもしれない、という話を聞いて残念がっている霊夢くん。ここで、ちょっとした朗報があるぜ。え、朗報、なになに？実はさっき漂着したと言ったルスカのタイだが、イェール大学の動物学教授、アディスン・ベリル博士によって研究がされていて、超巨大な新種のタコだと推定され、オクトプス・ギガンテウスという学名まで付けられていたらしいんだよ。お、オクトプス・ギガンテウス、学名まで付けて、いよいよ本格的に存在が認められたのね。しかし残念ながら、研究に研究を重ねた結果、ルスカのタイは、単なるクジラのタイだと、片付けられてしまったらしいんだよ。何それ、せっかく新しい未知の生物を見つけたっていうのに、どうしてそんな話になるのよ。まあ、そんな簡単に新種の生物が発見されるわけがない、ということなわけだが、事態は1957年に一変するんだぜ。え、まだ話に続きがあるの、ぜひ教えて。実は1957年、再び標本に関して研究がされたようで、その研究の結果、ルスカは何かしらの等速類である、ということが判明したらしいんだ。等速類って、タコとかイカの種類のことよねー。そうだ。だからルスカはクジラなんかではなく、やっぱりタコの仲間だということがわかったんだ。おお、まさか、数十年経過してから再び未知の生物だと認められるなんて。いやちょっと待って、まだ等速類だとわかっただけで、未知の生物だとは考えられていないのかしら。いや、しかしサイズ感は30メートルだからな。そんなサイズの等速類存在しないはずだし、未確認生物という括りでいいと思うぜ。おお、それじゃあ、やっぱりルスカは存在したんだ。すごいわ。でも、この生物に関してはまだまだ謎が多く、わかっていないことが多すぎるくらいだ。そもそもタコは知能が高く器用なのが特徴だが、寿命は早くて1年から2年程度なんだ。サイズ感も、1メートルを超えるのがせいぜいくらい。それなのに30メートルになるなんて、普通に考えたらありえない。それは、そういう種類のタコだってだけの話じゃ済まないの？それだけのサイズ感になるだけの、何かしらの餌場があったり、体を大きくする理由が、自然界の中にはあるはずなんだが、それがまだ判明していないからな。今回、巨大な等速類が発見されたのは大きな進歩だとは思うが、
ルスカが見つかった、やったー、で済まさず、なぜそうなったのかを考えていくと、未確認生物の研究がより楽しくなると思うぜ。おお、もう一歩先へ、って感じね。私も未確認生物をもっと好きになるために、そういうの考えてみることにするわ。しかし、ルスカが漂着したのは嬉しいんだけど、できれば生きている姿を見たいわねー。お、興味を持ち始めたな。そんな霊夢に朗報があるぜ。実は、ルスカとおぼしき生物が確認されているんだ。動画ではなくあくまでも画像だけどな。おお、画像でも全然大丈夫よ。むしろ見せてもらえるなんてありがたい。それじゃあこれを見てもらおうか。Google マップのストリートビュー機能なんだが、なんか未知の生物が、水中から顔を出しているのがよくわかると思う。おお、確かに。何か変な生き物がいるわ。これは、何なのかしら。見る人によっては、巨大なイカのような、タコのような姿をしていることがわかると思う。すごい。こんな写真がまさか見れるなんて。感動だわ。驚くのはまだ早いぜ。なんとこの生き物、サイズ感がとんでもないことになっているんだ。サイズ感？ Google マップには、距離測定機能も備わっているんだが、その測定機能でこの生き物のサイズを測ったところ、見えている部分だけでも34メートルあったそうなんだ。さ、34メートル、聞いてたルスカのサイズよりもさらに大きいじゃない。それで、まだ見えている部分だけなんでしょ。全体になったらどれだけ大きいのよ。大体等速類といえば足の方が長いものだから、足を含めたら60メートルを超えるだろうな。それはもう、タコとかイカっていうレベルじゃなくなってくる気がするわね。とんでもないサイズ感すぎて、もはや宇宙人じゃないかと疑ってしまうレベルだわ。これに関しては、もうルスカというよりも、クラーケンの方を疑った方がいいくらいだろうな。ていうか私、ちょっと思ったんだけどさ、クラーケンはもともとダイオウイカがモデルだって、言われているじゃない？でも、このルスカのサイズ感を考えると、クラーケンの正体って、もしかしたらルスカなんじゃないかしら。お、いいところに気がついたな霊夢。実は他の人たちも、最近ではルスカがクラーケンの正体では？と疑問視するようになってきているらしいんだ。こんな巨大な生き物なわけだし、そうやって疑いたくなる気持ちはわかるけどな。でも、クラーケンって確か、船を見つけたら海底に沈めるとかなんとか言われてなかった。ああ、それに関してはいろいろと議論されてるな。しかし、タコは基本的に海底を張って移動する。生き物のはずだから、わざわざ海面まで上がってきて、船を襲うというのはあまり考えられないんだ。なるほど、それじゃあ、やっぱりクラーケンの正体はイカってことになるのかしら。それもどうなんだろうな、あまりイカであるという可能性も考えられないんだが、少しクラーケンの情報を整理すると、クラーケンは近世ノルウェーに伝わっていた。巨大な海の怪物だ。その大きさはまるで島のよう。人間を襲うこともあったと言われているようだな。それじゃあやっぱりルスカとは別の生き物ってことになるのかしら。タコは人間なんか襲わないものねー。いや、そうでもないぜ。日本においても、ダイバーがタコに襲われた、という話が、たまに出てくるくらいだからな。タコって人間を襲うんだ、知らなかったわ。結構鈍食だから、何でも食べるぜ。それにタコは何よりも、大きくなったら腕の力が、かなり強くなるからな。下手すると、タコによって溺れさせられる可能性だってあるくらいだ。怖、タコってそんなに恐ろしい生き物だったんだ。それじゃあ、クラーケンイコールルスカ説は、やっぱりあるのかもしれないわね。さて、クラーケンの話ももちろん気にはなるんだが、少しだけ、地上の方にも目を向けたいと思う。地上？地上がどうかしたっていうの？ルスカがいるのは海の方なのよ。まあ聞け。ちょっとした奇妙な生き物の情報が入ったからな、その話をしていきたいんだ。奇妙な生き物、ルスカだけでも十分奇妙なのに、まだ変なのがいるっていうの？今から紹介するのは、1961年に発見された謎の生命体に関する情報だ。まず、イラストがあったから、こちらを見てほしいんだぜ。何これ、なんかわけのわからない見た目をしているんだけど。この生き物は、足が4本あって、さらに体の両側に長い腕のようなものがニョロニョロ生えていて、極めつけに体中に毛が生えているという、奇妙な見た目をしている生き物なんだ。なんじゃそりゃ、いろいろ盛り込みすぎでしょ。この生き物はその奇妙な見た目から、毛深いタコと呼ばれるようになったらしい。まあ、これはあくまでも見た目からできたあだ名みたいなもので、正式名称ではないけどな。いやいや、そうだとしてもこの見た目は、圧倒的におかしな見た目してるじゃない。なんなのよ。もしかして、これもルスカだったりするの？ルスカとの関連性に関しては一切不明だ。こいつが発見されたのはスペインのバスク山脈付近の道路らしい。その毛深さから、目撃者はアメリカで有名なモスマンか、と勘違いしたらしいんだが、どうにも見た目は若干違うということから、新種の生き物だと考えたらしい。新種の生き物っていうか、明らかにおかしな見た目をしているし、
また、他の目撃者からは、あれは毛深いタコのように見える宇宙人だ、という証言も出ている。ああ、宇宙人、確かにタコ型宇宙人といえば、ステレオタイプなイメージとして残っているけど、だからといって、本当に宇宙人なのかしら、にわかには信じがたいけど、目撃情報によるとこの生物は道路に立っていて、走ってきたトラックに近づき、その長い触手を使って、トラックのドライバーに襲いかかっていたというんだ。ひえ、人を襲うタイプの生き物なの、怖すぎるんだけど。ドライバーはトラックの中に積んであったハンマーを使って、この生物を撃退したらしいんだが、それからその生物はどこに行ったのかわからないらしい。暗い夜の出来事だったから、追いかけるのも難しかったようだな。そうなんだ、せっかく見つけた未確認生物だし、捕まえて欲しかったところだけどね。でも、毛深くてタコみたいな生き物か、一体何なのかしらね。一部では、宇宙人によって飼われているペットのような存在、という声も上がっているんだが、その正体は結局のところ、謎のままみたいだな。ルスカとの関係性も謎だし、全くわけわからないわね、この生き物。しかし、ルスカと同じ部分といえばやはり、タコのような見た目をしているという点だろうな。もしかしたら、ルスカもこの毛深いタコも、同じ宇宙人に飼われているペットなのかもしれないな。まっさか、なんて言い切れないのが怖いわね。そうよね、もしかしたらルスカも宇宙人のペットかも。というか、やっぱりタコっていう種類が宇宙人が残していったペットなんじゃないの。いくらなんでも他の生き物と違いすぎる見た目をしているし、確かにそういう見方もできるかもしれないが、タコはタコで、古くからその存在があり、少しずつ進化の歴史をたどっているんだ。いきなりあんな姿になったわけじゃないことを考えると、タコイコール宇宙人のペット説は少し無理筋な気はしてくるよな。他にも、ルスカは別の生き物の可能性があると言われることがあるんだ。その候補の一つとして、トランコが挙げられるぜ。と、トランコ、そういえば聞いたことがあるわね。どういう生き物だったかしら？トランコは、1922年に南アフリカの海岸で目撃された未確認生物なんだが、その見た目は15メートルほどあり、全体の印象はアザラシのような海洋哺乳類で、頭部に象の鼻のようなものがあったと言われているんだ。ああ、なんか聞いたことあるわよ。確か、シャチと格闘していたんじゃなかったっけ？そう、有名な話で、目撃者によると、トランコはシャチ2頭と長時間格闘していて、それでついに負けたのか、後に海岸に打ち上げられているところが目撃されたんだ。負けたとはいえ、シャチ2頭とまともに戦っていた、っていうのが怖すぎるのよね。シャチって確かかなり凶暴なんでしょう。そんな生き物を2頭相手にしていたのがすごいわ。きっと1頭だけだったら普通に飼っていたかもしれない。それくらい強い生き物だということだな。そんなトランコについてだが、もしかしたらルスカではないか、という説が出てきているんだ。いやいやいや、まさかルスカではないでしょう。だって象みたいな鼻を持っていたわけでしょ？それにアザラシみたいな見た目をしていたって言ってたじゃない。それとタコみたいなルスカじゃ、見間違えようがないってもんでしょう。まあそう言いたくなる気持ちもわかるんだが、私の話も聞いてほしいんだぜ。実はトランコは、頭部に当たる部分がなかったとも言われているんだ。頭部がなかった、どういうこと？だって、アザラシみたいな見た目なんじゃ。頭部があるであろう場所には、象のような長い鼻があるだけで、他にはなかったようなんだ。一体どんな見た目をしているのか、いまいち想像が難しいんだが、私が思うに、象のように長い鼻というのは、ルスカの触手部分なんじゃないか？ええー、触手。鼻が触手って、そんなわけがないでしょう。だいたい、ルスカはタコなんだから足が8本あるはず、他の足はどこに行ったっていうのよ。シャチとの戦闘で失ってしまったと考えれば、説明はつくだろう？どうなのかしら。あまりそうだとは思えないけど、何事も、可能性を考えることが重要だ。ちなみにトランコに関しては、詳細を調べる前に、打ち上げられていたタイガ波にさらわれてしまい、調べられなくなったそうだ。ああもう、どうしてこう重要な研究対象をことごとく失ってしまうのよ。もったいないったらないわ。まあ、怒りたくなる気持ちもわかるが、海の生き物っていうのはそういうことが起こりがちだ。しょうがないと半分諦めるしかないと思うぜ。せっかくだから、トランコについてももっとよく調べてほしいんだけどね。詳しく調べていけば、もしかしたら本当にトランコイコールルスカになっていたかもしれない。毛深いタコがルスカって言われたり、長い鼻を持ってる生き物がルスカって言われたり、ルスカって本当に謎の多い生き物なのね。正体がわからなさすぎて、わけわからないわ。まあそうだな。まだまだ研究の余地がある、不思議な生き物だから、こういった未確認生物の目撃情報を少しずつ集めて、調べていくことで、少しずつルスカの正体が判明していくと思っているぜ。世の中には、リバイアさん、シーサーペントなど、様々な海の未確認生物がいるとされているが、
ルスカはもしかしたら、それらすべての正体なのかもしれないと言われているんだ。え、リバイアさんやシーサーペントって、あの細長くて巨大と言われている生き物よね。どうしてそれがタコに似てるルスカと同じ生き物ってことになるのよ。これはあくまで、ルスカが島ほどの大きさの巨大未確認生物だったら、という話なんだが、ルスカがもしもそのサイズの生き物だったとしたら、腕の一本だけでもまるで未確認生物だと思えるほど、超巨大なものになっているはずなんだ。もし仮に、ルスカの腕がちぎれて海に漂っているとしたら、それを見た人間たちは一体どう思うだろうな？そりゃあ、何か見たことのない大きさの、奇妙な物体が海にある、くらいに思うんじゃないかしら。そうだろうな。そこなんだよ。もしかしたら、リバイアさんやシーサーペントといった、細長い海の未確認生物たちは、みんなルスカの腕の部分を誤認したんじゃないかと思うんだ。まさか、そんなことあるはずがないじゃないの。腕と生き物を見間違えるだなんて、そんな。いや、可能性としては結構高いんじゃないかと個人的に思っているんだよ。タコの腕って、切り離してもしばらくは自力で動くことができるし、その姿だけを目撃した場合、おそらく、新種の未確認生物だ、となる人は多いと思うんだ。まさかそんな。もちろん、この説は何の証拠もない、ただの想像でしかないんだが、もしもこの説が本当だったとしたら、海で発見されている未確認生物の多くは、このルスカの何かしらの部位である可能性が考えられるようになってくると思うんだ。おお、もしもそんなことになったら、とんでもないことになるわねー。でも、それはあくまでも、島ほども大きな生き物だった場合、でしょう？ルスカは全長30メートルくらいであって、島ほどの大きさはないわけでしょう？そもそも島ほどの大きさの生き物なんて、見つかっていないわけがないもの。やっぱりその説はありえないわ。いや、霊夢も知っているかもしれないが、タコっていうのは擬態能力を持っているからな。地底深くで、擬態して生活しているのかもしれないぜ。恐るべしルスカ、この生物の正体がわかる日が、いつか来るのかしら。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。